憲法9条、これも大事です。私の父親は今年92歳になりました。もう耳が遠くなりました。戦争の体験を時々語ってくれました。20歳の時に召集令状を受けて、それから5年間戦地に赴きました。最後に終戦を迎えたのは台湾です。台湾でも最終盤になると、アメリカから飛行機が飛んできて、朝昼夜と爆撃を繰り返し、その度に辺り一面血の海に染まったと言います。そして父の仕事は飛行機の整備をすることでした。毎日やってくる20歳になるかならないかの若い特攻隊員、この人たちを飛行機に乗せて見送るんです。前の日には水杯を交わして、翌朝には決まってこの青年たちはにっこり笑って敬礼をして飛び立ったと言います。そして一人も戻らなかった。私の父は言います。痛ましいことをした。あの若い命が助かっていたならば、どれだけその後の日本の役に立ったかわからないのに。痛ましいことをした。もうあんな戦争は二度とやってはいけないと、こう言います。多くの人たちが当時を同じような思いをしたんじゃないでしょうか。それが憲法9条には込められているんじゃないでしょうか。だからこそ、二度と戦争はやりません、軍隊は持ちませんと、そのことを9条に示して国際社会に宣言したんじゃなかったでしょうか。それを今安倍内閣は変えて、軍隊を持てる国に、そして再びアメリカとどこでも戦争できる国にしようと変えようとしているんです。絶対に許すわけにいきません。皆さん、憲法9条を変えさせない、そしてその変えるための要件をさらにハードルを下げようという96条の改定、これも許すわけにいきません。皆さんの平和への願いはこぞって日本共産党にお寄せください。埼玉選挙区では伊藤岳さんにその皆さんの思いを託してください。